こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、全身ユニクロ春コーデ4月編ということでお届けをしてみたいと思っています。服ってなんだかんだでお金がかかるんですよね。というのも、アイテム数がめちゃくちゃ多いからなんですね。例えば僕の今日の着こなしを見てもですね、 アウターがあって、その内側にはトップスですね。今はシャツを着ていますが、ロン T があったり、T シャツがあったり、ニットがあったり、様々なバリエーションがあります。まあ、ボトムスにもね、本当にいろんなバリエーションもありますし、あとは靴ですよね。スニーカーもあれば、革靴もあって、サンダルみたいなものもあります。それ以外にも小物系ですね。バッグもあったり、メガネもあったり、帽子もあったり、本当に様々なアイテムがあるわけで、それらを全身揃えとなると、やっぱりお金ってかかって くるわけなんですねしかも最近ってお洋服も値上がり傾向にあるのでなかなかですねおしゃれをするにもハードル高いよなって感じている方少なくないかなと思いますそこで今回は最も身近で手軽に買えるユニクロですねこれをですね使い倒して全身コーデをですね3つ作ってみましたのでぜひ皆さんですね最初のステップとして気軽に試していただきたいなというふうに思っていますちなみにユニクロって実際の季節よりもちょっと先取りしてですね 新商品が入荷してるわけなんですね。ですので、今時期だと結構もう夏物までリリースされているわけなんですが、一方で今リアルに着れるような春物がセール価格になってたりするんですね。ですので、今回の動画の中にはそのような手軽に買えるセール価格のものも散りばめていますので、ぜひそういったものも有効活用しながら、存分に春の着こなし楽しんでいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの今日をですね、なるべくわかりやすく解説していますので、よかった チャンネル登録の方もよろしくお願いしますそれでは早速いってみましょうはいということでここから具体的にですね全身ユニクロコーデ皆さんにご紹介していきたいなと思うんですがまず一つ目はですね今僕が着ているこちらの オーバーシャツジャケットですね。こちらをメインとした着こなしになっています。ちなみにこちらですね、セール価格になっていて、お求めやすくなっているんですね。まあユニクロは先ほどお伝えした通り、今はですね、夏物が結構多めにリリースされていまして、今すぐ着れるような春物がちょっと安くなっているものもあるので、ここら辺うまく使っていくと便利かなと思います。僕もですね、ユニクロのこういったシャツアウター系のアイテムというのはすごく使いやすいなと思っていまして、今僕が着ているこちらのちょっとこう、 ミリタリーだとかワークっぽいような雰囲気のシャツアウターはすごく使いやすいかなと思っています。定番的なものが得意なユニクロの中でこちらはですね、ちょっと今っぽいトレンド感を取り入れたデザインとあとはサイズ化になってるんですね。今僕はですね、身長 164cm53kg でこちら M サイズを着ていますが肩のラインも程よく落ちていて大げさすぎないワイド感っていうところをちょっと楽しめるようなそんなデザインになってるかなと思います。色はですね、オリーブ系を選択することでちょっとこう ワークミリタリー色が強くなるんでコーディネートにはある程度注意が必要かなと思ってるんですねまあ、ここにカジュアル感があるので内側にはですねこちらユニクロの名作ですねエクストラファインコットンスタンドカラーシャツですねこれをですね内側に入れることでまあ、白シャツの持つ綺麗さというところでオリーブのシャツのですねちょっと野暮ったさをうまく中和するような形をとっています中和というとちょっと源氏さんを思い出しますが今回ちょっとだけその表現を使わせていただきましたでボトムスに関してはやっぱりブラックで 引き締めてあげるとといいいいいうののがが番使い勝手がいいので、まあ、これ一つ鉄板かなと思いますブラック系のパンツだったらいろんな種類ユニコにはあるのでスマートアンクルパンツだとか感動パンツのような細身のものでもいいと思いますし僕はですねタックテーパードパンツこれは去年買ったものかなと思うんですが、まあ、こちらを合わせてみました、まあ、上半身にちょっとゆとりがあるのでボトムスもそれに合わせて少しゆとりを持たせるとトレンド感っていうのが表現できるかなと思いますスタイルをよく見せたいだとか、まあ、なるべく大人に似合うようなベーシックさを 求めたい方はスマートアンンクルパンツで、間違いいいいがないかなかと思いますのでそちらを使ってくださいで靴に関しては、これもですね、白レザースニーカーとかでも合うんですが、まあ、今回はグレー系のニューバランスですね、こういったものを合わせながら、ややトレンド感を出してみました。まあ、簡単なコーディネートなので、ぜひ皆さんもトライをしていただきたいなと思います。アウターの色というと、やっぱりネイビーだとか、ブラックだとか、そのあたりを着る方が多いかなと思うんですが、そこをですね、オリーブにするだけで、人との違いっていうのも出せますし、ちょっと新鮮な感じになるかなと思うので、 ぜひセール価格になってるですね、オーバーシャツジャケット、こちらをですね、買っていただいて、ちょっと新鮮な着こなしもですね、楽しんでみていただきたいなと思っています。ちなみにこちらのシャツアウター、オリーブのものには白パンなんかもあるんですよね。中にグレー系のニットを合わせて白パンみたいな形もいいかなと思うので、一着あると様々な着こなしが想定できますので、ぜひ皆さんもお試しいただければなと思っています。 はい、続いて二つ目の着こなしなんですが、今度の主役はこちらですね。ユニクロ U のオーバーサイズ UTT ジャケットのブルーをですね、チョイスしてみました。これですね、先日のユニクロ U の動画をですね、発売日当日に上げてると思うんですが、その中では一切触れなかったアイテムなんですね。まあその他にも僕の中では優先したいものがあったので、こちらは触れなかったんですが、 後日ですね、改めて見たら、すごいよくできてたんですね。まあ、色合いもすごくよくて、ブルーという表記なんですけども、表面の光沢感ですね。ダークグリーンとブルーがですね、混ざったような曖昧な色合いが、すんごい上品で、これなんで紹介しなかったのかなとですね、後から後悔したようなアイテムなんですが、なんとこちら。 セール価格になってるんですよ。これは今買うには間違いのないアイテムかなと思います。まあ4月中もですね、晴れた日はすごく暖かいんですが、天気がそんなに良くないと、やっぱりアウターが1枚あった方が便利だと思うんですね。まあそんな時にこのようなシャツアウター風のアイテムはすごく便利かなと思います。まあ先ほどのようなインラインのですね、ユニクロのアウターもいいと思いますが、ユニクロ U らしいですね、ちょっとゆったりめのデザインで、なおかつですね、ユニクロ U らしいですね、ちょっとエッジの効いたデで デザインが好きな方にはすごくハマりのいいアイテムかなと思いますまあ、なんといっても色味が綺麗なので主役になってくれるようなそんな素晴らしいアイテムかなと思いますその内側にはですねこれ最近購入したものなんですがエクストラファインコットンストライプレギュラーカラーシャツですね名前ちょっと曖昧なんですけどもこのストライプシャツもめちゃくちゃ優秀で先日をですねショート動画の中でもご紹介しました皆さんちなみにショート動画僕頑張ってやってますのでぜひこちらもチェックしてみてください普段の動画ではあん あまりお伝えできてないようなハンガーの特集だとか皆さんのご質問にお答えしたいだとかそういったものもやってますのでぜひチェックしていただきたいんですけどもまあ、その中でもご紹介したんですがこのストライプのランダムなラインがですねなかなか雰囲気が良くて個人的にもすごく気に入っていますちょっとユニクロのシャツってサイズ的にコンパクトなので僕は M サイズを着てるんですが1枚で着る時には2サイズぐらいあげないとなかなか様にならないんですけどもこのように内側に使うという意味では、まあ いつものサイズを選んでもらってもすごくバランスがいいかなと思います。ブルー系のシャツアウターに対して、レギュラーカラーのストライプのシャツ、まあ、両方とも色合いも同じ系統なので、すごく相性もいいので、ぜ、ま、ひ、あ、合わせていただきたいなと思います。そしてボトムスですね。これデニムワークパンツ、ユニクロのもので、 これはですね、今期ユニコで買ったボトムスの中では、僕はナンバーワンに気に入っています。なんでこれもっと売れないのかなと思うぐらい名作だと思うんですが、こちらもセール価格になっているので、ぜ、ま、ひ、あ、ゲットしてみてください。僕はですね、サイズが XS でオンラインにしか売ってないんですね。まあ、それが完売になってしまったので、2本買っとけばよかったなと思うぐらいすごく良い商品なんですね。今年トレンド感のあるホワイト系のパンツで、なおかつ生地が薄めで、 非常に着心地もいいんですね。シルエットも太すぎず細すぎずの、ま、ストレートに近いような感じですごく使い勝手がいいです。ま、今回上半身が、ま、ブルーでちょっと明るさもあるんですけども、とはいっても重ための色ではあるので、ボトムスでちょっと明るさを出すようなコーディネートを組んでみました。で、足元ですね。白パンニャーモンとしては先ほどのグレー系のニューバランスも結構いいかなと思うんですが、今回はセンツもご紹介しました。コンバースのですね、モカシンタイプのスニーカーですね。これを合わせてみました。 まあこれを履くだけでちょっと小綺麗な雰囲気も出ますし今のトレンド感というところがバチッと出てくるのですごく使い勝手がいいシリーズかなと思いますちょっとコンバースのスニーカー最近熱いなと思ってまして オールスタークープもいいし、このモカシンもいいし、あとは夏場に活躍してくれるようなグルカサンダルですね。これをスニーカーに落とし込んだやつもすごくかっこよかったですので、ぜ、ま、ひ、あ、ですね、皆さんもチェックしていただきたいなと思っています。まあ、このような形でですね、ややトレンド感の漂うコーディネートは完成したので、ぜひ皆さんもトライをしていただきたいなと思っています。はい、続いてラスト3点目の全身ユニクロコーデなんですが、ちょっと悩みましたね。 手持ちのものの中でユニクロコーデ作るのむずいなと思いながらちょっと雰囲気を変えたいなと思ったので今回はですねフード付きのちょっとこうスポーティーなアウターを持ってきてみましたポケットブル UV カットパーカーですねまあこれはユニクロの定番で毎シーズンやってるものなんですがまあ春先にですねさらりと T シャツだとかシャツの上に羽織れば着こなしは完成するような便利なアイテムなんですがこれ僕も持っているのでこちらをメインに添えながら内側はですねユニクロ U の エアリズムコットンオーバーサイズクルネック T シャツですね。もう定番のものなんですが、これ色合いはですね、今回パープルですかね。ちょっとピンクマジーのパープルのものを合わせてみました。結構ネイビーとこのようなパープルは相性がいいので、まあ、上半身をですね、そこまで遠くないカラーでまとめまして、ボトムスにタックインをしました。そして合わせてるのはですね、タックジョガーパンツ。これはユニクロユの今季のレディースの商品なんですが、まあ、こちらを合わせてみました。かなり意外性のある組み合わせで、ね、す。 なんですが意外とですねこのように組み立ててみるとバランスが良かったなと思っています先ほど前の2つのコーディネートよりもちょっと実験的なんですがまぜ、あ、ひ皆さんもですねトライをしていただきたいなと思っていますこのようなスポーティなアウターに対して T シャツといわゆるスウェットっぽいパンツだとかなりスポーティーな感じに触れすぎてしまうので異なる個性のものと合わせた方がバランスがいいかなと思います今回はちょっとこうミリタリーだとかワークっぽいようなジョガーパンツを合わせているわけなんですがこのちょっと男っぽい雰囲気と 割とですね、こういったスポーティーなアイテムって相性がいいんだなという形で、僕の中でもちょっと新鮮な感覚でした。足元は白レザースニーカーで少し明るさを出してあげると、まあ、なおバランスがいいかなと思うんで、まあ、このようなスタイルもですね、春のちょっとスポーティーなんだけども、気の利いたコーディネートの一つとしてですね、皆さん試していただきたいなと思っています。僕自身も今日このようなコーディネートするとはですね、予想もしてなかったのでちょっと驚いてるんですが、すごく新鮮な着こなしなので、これからこういった着こなしもトライをしてみたいなと思っています。 いやー皆さんいかがでしたでしょうか今回の動画では全身ユニクロ春コーデ4月編ということでお届けをさせていただきました。まあ、今回はですね、幸い春のアウター系がですね、ちょっと値下げになっていまして、それらを使うことでかなりですね、コストを下げながら春の着こなしが作れたかなと思っています。まあ、ユニクロのセール、本当に使えるものが多いかなと思うので、まあ、これからもですね、なるべく予算を抑えるためにこういったものを使いながらですね、リアルなコーデ存分にお伝えしていきたいなと思っています。ぜひ皆さんの でもこんな企画やってほしいとか、こんな動画撮ってほしいっていうのがあったらですね、気軽にコメント欄まで書き込んでいただければなと思っています。 これからもこちらのチャンネルではメンズファッションの基本をなるべく分かりやすく解説したいなと思ってるんですが、ちょっとユニクロ GU グローバルワークだと物足りないんだよね。もうちょっとクロート向けの内容を見たいなという方のためにですね、YouTube のメンバーシップチャンネルというものを別でやっています。そちらの方では、セレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、または〇〇専門ブランドですね。例えばニット専門ブランドとか、 ボトムス専門ブランドとかそういったものも扱いますし一部デザイナーズブランドの商品なんかもご紹介をしています週に3本のオリジナルの動画と週に1本のですねライブ配信をやっていまして皆さんのご質問にお答えするような企画もどんどんやっていますので気になる方は概要欄からチェックをしていただきたいなと思っていますまた普段ですねゆっくり動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンっていうものもやっていますそちらの方ではですね文章と写真ベースでおすすめのアイテムをですねどんどんご紹介をしています僕も毎日投稿していますし僕以外 今次回のスタイリストの方だとか、専門家の方も記事を書いてくださっています。また、参加者の皆さんもですね、気軽に記事をアップすることができて、僕にですね、色々と質問をすることもできますし、買ったものだとかコーディネートをですね、紹介するようなページもありますので、ぜひ気になる方はこちらも概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山旬でした。また次回の動画もお楽しみに。